皆さんおはようございます。今日はね、7月の28日、朝5時を回ったところです。台風12号ね、これは、4時現在の、天気図なんですが、台風の進路がね、こうカーブしてるんですよね。カーブ、非常に珍しいですね。大概ね、こう抜けていくんですけど、こうね、カーブしてます。日本付近をね、見るとこういう感じですね。本州ね、関東から九州にかけて抜けていくような、東から西にね、抜けるような感じです。拡大すると、ね、これ28日の4時時点、ここが28日15時時点、これ明日の3時、夜中ですね、夜中の3時にちょうどね、近畿、この琵琶湖がここなんですが、私はね、大阪の南なんですけども、すっぽりね、予想円の方に入ってますね。で、今日ね、琵琶湖に行く予定だったんですよ。夜ね、近江舞子っていう、あの琵琶湖の、北の方なんですが、花火大会がねあって、それをねヨットで、まあ、湖上から見るっていう、のがあるんですが、まあ、これ毎年やってるんですけども、それに行こうと思ったんですが、昨日ね、夕方の時点で、まあね、中止を決定したんですけれども、ということでね、このまあ12号の台風対策ね、どうしないといけないかなんですが、ね、私が住んでる近畿、赤が暴風で、青がね大雨、28日の夕方から、29日の昼ぐらいまでが暴風ですね。で、大雨が同じく28日の夕方から、29日終日ですかね、これもいっぱい行くのかな、予想雨量が100ミリということで、結構な、ね、量が降ります。あの外にね、DD タープのね 5x5、マルチカムのタイプなんですが、南手の駐車場にね貼ってますんで、それをね、撤去しないとねちょっといけないなっていうふうに考えてます。で、やっぱりね、雨はね結構ね耐えれるんですが、風、特にねこんな台風のようなね、暴風の時は、撤去した方がいいですね。で、まあ、今日のね28日の夕方から暴風圏内に入る予想ですんで、もうね、朝のうちからね撤去、したいと思います。皆さんこんにちは。7月28日のね、早朝の空なんですが、非常にね雲行きが怪しいというか、もうね台風12号が来てるんで近づいてますんでね、今日の夕方ぐらいからね、ここ近畿はね、暴風圏に入る、
予想ですね。で、DD タープね、5x5 マルチカムです。これね、実は21日の日からね、こういう形でね、南手の駐車場に貼ってまして、今日は28日なんでちょうど1週間ですね。非常にいいものですね。で、以前はね、先月か、先月はね、オリーブグリーンをね、ずっと貼ってたんですが、風でね、破れちゃったんですよね、こっち側がね。で、サポートで、新品交換になったんですが、その前にね、新しいね、マルチカム買っちゃったんですよね。オリーブグリーンも今持ってるんですが、マルチカムもね、買ったんで、せっかくなんでね、マルチカム貼ってます。上から見るとね、こんな感じですね。ちょっとね、後でね、下から、どんな感じかね、見たいと思います。下から見るとね、こんな感じですね。やっぱね、予想通り、オリーブグリーンよりね、若干明るく感じますね。マルチカモの方がね、やや明るめというかね、いう感じですね。こういう感じです。これね、もっとね、お日様が出てるとね、もうちょっとね、明るく。放線か、子供が夏休みでね、持って帰ってきました、学校から。ということでね、貼ってね、1週間経つんですが、もうずっと貼っとこうと思ったんですけども、台風なんでね、撤去ですね、したいと思います。台風、あと12時間後ぐらいですかね、今、暴風圏に入ってる予想です。皆さん、おはようございます。今日はね、7月の29日日曜日です。西の空がね、こんな感じでまだ曇ってるんですが、台風ね、12号が、かなりね、西の方に進みましたんでね、昨日の夜はね、すごい雨でしたね、大雨でね。東の空もうね、晴れ間が見えてるんですよ。すごいいい天気になると思います。で、昨日ね、撤収したんですよね、一旦。やっぱね、台風の時はね、撤収した方がいいんでね、この DD タープ 5x5、マルチカムを貼ってましたが、撤収して、今日もね、貼ろうと思ってるんですよね。で、どっち貼るかね。でね、やっぱこっち。
オリーブグリーンね、貼ろうと思います。でね、この青いのはね、あのロープがね、たくさん入ってます。ロープセット16本、あとカラビナね、たくさん入ってます。今日はね、これを撤収してした後にこっちを貼ろうと思います。ね、緑が貼れました。オリーブグリーンね、これはね、新品なんで、すごいね、グリーンですね。グリーンが綺麗です。でね、私6月にね、1ヶ月貼り続けた時は、退職、変色したんですよ。コヨーテっていうかね、なんていうかな、サンドカラーね。新品の時はね、こんな色ですからね。こんな色、すごく綺麗です。緑ね。雨が降ってきたんですよ。もうね、ある程度ね、メインラインを張ってからね、雨が降ってきたんでね、助かったんですが、これね、もう雨降ってたらね、さすがに張ろうと思いませんか、ね、雨が降る前で良かったです。やっぱりね、この緑の方がね、若干今暗めかなと思いますね。まあ、どっちが好きか、好き嫌いを言うとね、やっぱ私はね、このオリーブグリーンの方が好きですね。落ち着いた感じがいいです。で、仮に変色、退色してもね、いい色に退色するんでね。ただね、まあ生地がね、弱るっていうことはあるのかもしれないですけども、まあこれはね、ちょっとずっと貼らないとね、そんなことにはなりませんが、まあね、こういう感じで貼れましたってことですね。昨日ね、マルチカムを撤収して、で今日ね、このリップに貼るということで、ね、取ったりつけたりね、結構大変なんですが、まあそれでもね、一人でね、これ貼れるんでね、いいっちゃいいですよね。こんなでかいね、とこ、まあ雨宿り、日陰を作れるんで、多分そうそうありませんからね。ね、あ、子供が来た。ということでね、下にいつものね、焚き火テーブルとチェアね、4キャン出しました。ということでね、またね、しばらくこのオリーブグリーンの下でね、楽しみたいと思います。ということで、またお願いします。雨。